どうもこんにちは、あたりです。ルルアのアトリアアーランドの錬金術師4プレイ実況続きです。まずは、ちょっと、このアーランドで発生しているイベントをちょっとちゃちゃっと見ていきましょう。お、ルルア、ちょうどいいところに。どうも。悪い、お前に頼みがあるんだ。はい。頼みですか？ああ、お前って錬金術師なんだろ。はい。ならいろんなものを作れるよな。はい。とびっきりおしゃれな布調達できないか？おしゃれな布。あ、はい、それなら多分大丈夫だと思いますけど。おお、すまねえ。礼なら後できっちりするからよ。ほう。それじゃあよろしく頼んだぜ。はい。え、布？布を渡そう。は、布、布何かしら持ってると思うけど。おう。じゃあ納品。うん。いくつ？1個。1個でいい？じゃあちょっと品質悪いやつあげるわ。はい。どうぞ。これで。はい。コールさん、頼まれてた布、これで大丈夫ですか？おお、こいつはすげえや。十分すぎるくらい十分だぜ。ありがとな、ルルア。これで立派なハンチング棒が作れるぜ。ん？自分用か？え？ハンチング棒？ああ、これだよ、これ。今かぶってるやつも生かすだろう？あ、はい、確かにおしゃれです。でも、新しいのに変えちゃうんですか？いやいや、俺の趣味はハンチング棒を集めることでな。家にはすげえ数のハンチング棒を飾ってるんだが、最近自分で作るのにもハマっててよ。それでルルアに布の調達を頼んだってわけだ。そうだったんですね。ハンチング棒集めが趣味っていうのも珍しいですね。まあな。実は俺の家事の師匠もハンチング棒収集家だよ。師匠とはよくハンチング棒の魅力について語り明かしたもんだぜ。へえ、師匠と同じ趣味。あの、コールさん、コールさんの師匠ってどんな人？お、すみません。あ、お客さんが。包丁の刃が欠けてしまったのですが。なるほど、見せていただけますか？悪いな、ルルア、続きはまた今度な。お、そうですね。それではまた。うん。じゃあ次は職人通り。職人通り、なんかあったっけ？お？うん、これはいい剣だ。素晴らしい品だな。何見てるの？見ればわかるだろう。剣だ、剣。ほう。剣士たるもの、剣は己の魂に等しい。ほう。剣の質が勝負を分けることもあるからな。うん。だから僕は常により良い剣を探し求めているんだ。剣の目利きも剣士には必修ってな。ほう。そうなんだ。うんうん。じゃあさっきオーレルが見てたその剣もすごいものなの？ええ、その通り。それはとある名工が作ったもので、そうですね、お値段100万コールはくだらないかと。おい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 、100万？とひゃー、そんなにするの？残念だったね、オーレル。いくらいい剣でもその値段は。よし、買うか。買うんかい。買うの？っていうか買えるの？ああ、金には余裕があるからな。この剣が100万で買えるのなら。あ、なんで？お腹鳴っちゃった。すげえタイミングだな。どう？ごめん、私のお腹空気読むの苦手で。はあ、仕方ない。この値段ならしばらく売れないだろう。おい、ルルア、飯を食いに行くぞ。僕も腹が減ったし、おごってやる。ありがとう。お、いいの？どうしたの、オーレル？単なる気まぐれだ。それにお前がいたらゆっくり剣を見られないしな。
行くぞ。はーい、ありがとう。それはごめんけど、誘ってくれて嬉しいよ。じゃあどこに行こうか。あ、オーレルは好きな食べ物あるの？ハンバーグ。ハンバーグ。あ、そうなんだ。やっぱりお子ちゃんは。うろ。カレー好きのお前に言われたくない。行くぞ、ほら。はい。まあ、カレーとハンバーグならどこにでもあるよね。オーレル、ありがとね。イチャつきやがって。はい、さて、どこに、ね、行き先はあった。待って待って、他の町でもちょっとイベントが発生してんだよね。ちょっとね、見ていい、うん、なんかこう動画にしないところでイベント進めるのも嫌なんだよ。嫌なんだよ。なんか物語のつながりみたいなところがイベントイベントであるから。あれ、どれだ、あれ、あ、これだこれだ。どこに行こっかな。じゃあまずアールズに行こうか。パカパカ、テケテケ、お出かけだよ。お出かけだよ。11日かかるか。よし、ここでカメラ屋さん。どこに行こうかな。あの、パメラさん、一つ聞いてもいいですか。ええ、もちろん。どうしたの？結構前から気になってたんですけど、このお店って儲かってます？またのお越しを。あ、追い返された。ごまかした。ごまかしましたよね、パメラさん。そんなことないわよ。だって儲かってしら。私に聞かないでくださいよ。っていうか、そう思ってないから聞いてるんです。ですよね、うん、ほとんどお客さんは来ないし、お客さんが来ても物珍しそうに商品を眺めるだけだし、たまに物を買っていく人がいても、パメラさんよく値段間違えてるし。あら、そうかしら。はい、私も儲かってるかどうかとかあんまり気にしないんですけど、さすがに心配になったので。そのパメラさんのお店がなくなったら嫌ですし。ルルは心配しなくても大丈夫よ。だって今までも大丈夫だったもの。え、いや、あの平気だってば。ね、好きこそものの上手なれって言うでしょ。私このお店が大好きだもの。だからきっとお店もうまくいってるはずよ。あの、パメラさん、それはちょっと違うような。まあいいや。パメラさんがこの調子なら、せめて私がたくさん買い物をするようにしよう。次は何を仕入れようかしら。楽しみだわ。はあ、心配だな、うん、はい、そんなパメラ屋さんでした。なんか売ってるっけ。どれ。ああ、まあまあまあ、ナイス。はい、じゃあアーキリスの方も寄ってみようよ。あー、どこだっけ。あっちか。あ、これ。よしよし。どこに行こっかな。じゃあアーキリスに行きます。頼んだよ、テケテケ。到着。うん。さあ、どこに行こうかな。広場。お、はい、お野菜全部で120コールになります。ありがとうね、エーファちゃん。うん、いいお野菜だこと。
次は俺にも頼むぜ。そうだな、どれがいいかな。ゆっくり選んでくださいね。ああ、そうさせてもらうぜ。しかし、こんな時間からエーファちゃんに会えるとはラッキーな一日だな。え、ラッキーですか？ああ、治療よし、容量よし、頭もよし。アーキュリスでも評判の美人さんだからな。ええ、そうよ。もう少ししたら縁談もたくさん来るんじゃないかい？結構。そういえばドラグラス家の次期当主が決まったって言うし、もしかしたら。お、一気に公爵夫人か。夢が広がるね。あ、夢はありますけど、あんまり興味はないかな。今の生活が一番ですし、私好きな人がいますから。なんと。あらま、そうなのかい。それは悪いことを言っちまったね。だな、自分の好きなように生きるのが一番だ。悪かったな、エーファちゃん。いえいえ、それでは失礼しますね。夫人か。エーファならありだと思うけどね。ルルーちゃん、聞いてたの？たまたま通りがかっちゃって。でもびっくりしたよ。まさかエーファに好きな人がいるなんて。ねえ、誰？誰なの？町の人？え？ルルーちゃんだよ。来ましたわ。はい。だから私の大好きな人、ルルアちゃんだよ。またエーファったら。そういうことを言ってるんじゃないでしょうに。まあ、それもエーファらしいか。じゃあ、お仕事頑張ってね。あれ？本当のことなのに。なんということだ。そういうことだったのか。なるほど。おう、あ、そうだ、ついでになんか依頼かまして、よし、出かけよう。依頼を何か、受けたまわってたんだよな。ちょっと報告しに来るか。今お願い。ねえわ。クリアしてねえわ。はい。じゃあ、戻るか。戻ろう。どこに行こうかな。戻ろう戻ろう。アーランドに戻る。ちょっとあっちだ。行き先はあった。外に出る。外に出て、これが毎回だな。よし、こうだな。どこに行こっかな。じゃあアランドまで行きましょう。頼んだよ、テケテケ。タカ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 タっと。よし、オッケー。よし、じゃあここ、あ、お、また職人通りのイベントが。おやおやおや、またオーレル。イベントどんどん出してくるな。あ、オーレル、今日もなんかツンツンしてるね。出会い頭にそれか。お前も相変わらずふわふわしてるな。そうだなあ、ルルア。お、修行に興味はないか。お、修行？まあ私も女の子だし、興味がないって言ったら嘘になるけど。花嫁修行じゃない。戦闘だ、戦闘。これからも旅を続けるならお前も強くなった方が安心だろ。まあそれは確かに。よし、乗った。そうか、わかった。じゃあ僕がよく修行に行く場所を教えてやる。はい。準備ができたら出かけるとしよう。は、爆弾と薬は忘れるなよ。いいな。お、オーレルの修行に付き合おう。あ、予定が追加されたぞ。あとなんかアルケミリドルがさ、アルケミリドルがまなんかこうあれできるんだよ。ちょっとどうしよう。とりあえずオーレルのあれするか。あれ？予定。何するんだっけ？
黄金平原。おほほ、じゃあ黄金平原行くか。よし、行くぜ。行き先はあった。目的地はどこだ。ちなみにこういうオルトガラクセまで行かなきゃいけないんだけども、ちょっとまだね、装備とか準備全然できてないからね、まだあれです、行ってないです。さて、この辺りでいいだろう。はい。ん？それお肉？どうしてお肉なんか。お？あ？あ？魔物？もしかして修行って。ああ、魔物どもを倒すことだ。行くぞ。はい。二人でか。五人いる。五人おる。あ、ちょっと隊列、あ、隊列整えるの忘れた。なるほど。これはこれは、ちょっとあれだな、苦戦する予感しかしない。まあいいや、行くぜ。逃がさない。お願いします。お願いします。いいよ。あらあら、わあ、言いたいことも言えなくなってしまった。神速だ。よし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 、いいぞ。フィックスさんと交代しよう。あ、フィックスだ。行くぜ。さっきまでちょっとなんか戦闘しながらちょっといろいろ試してたんですよね。配列をこう組み合わせたりなんだりしながら。行くぜ。そう、ルルアちゃんのアシストスキルがね、発動するんですよ。ちょっと見て、見てもらっていい？止めてみろ。行くぜ。ルルアキック。ルルアキック。素晴らしい。綺麗なライダーキックだったな。さて、あ、でもフィックスさんが死にそうなんで、何もしてないのに。よし、行ってしまいなさい。このスキルが割と使える。全体攻撃、最高。じゃあ先生に、よいしょ、リアナちゃん行っちゃって。行っちゃって、入れちゃって。師匠、お願いします。わあ、あ、ポイズンしてるな。はい、行きましょう。よし、倒しちゃって。アシストお願いします。いい、こんなん見えますよ。道具を使うよ。お願いします。はい、切り裂く。どんどん攻めていこう。よいしょ。このままじゃ大変だな。エーファちゃんがやられちゃう。はーい、逃がさない。よいしょ。もう一撃。もう一度お願いします。はいよー。うん、倒せない。倒しきれない。炎の手品さ。うん、オッケー。よし、オッケー。これが使えるんだよな。後からなんかあれしてくれる。今がチャンス。スキルを使った後に何ターン後かにその炎属性とか水属性のカードが飛んでくるっていう。いい引きをしたよ。ふう、終わったな。なかなかいい経験になった。ねえオーレル、まさかいつもこんな危ないことやってるの？ああそうだ、修行に危険はつきものだからな。そうかな、別の方法を探した方がいいんじゃ。いや、そんな時間はない。手っ取り早く強くなるためには多少の無理は必要だ。そうなの？でもどうしてそんなに強さに。最強の剣士の座を取り戻すためだ。取
取り戻す最強の剣士。お、それってステルクさんのこと？ああ、今はな。だがもともとは別の男のものだった。実は僕はその元最強の剣士の親戚なんだ。あの方は僕の剣の師匠でもある。あの方の恩に報いるためにも僕は必ず最強にならなければいけない。そう、ステルケンブルク・クラナッハを倒してな。オーレル、話しすぎたか。よし、修行の続き。お、ん、ああ、いつの間にか囲まれてる。よくあることだ。いいカルルア、こういう時は、こういう時は全力で逃げろ。なんだと。コアラ、最強を目指すやつが女の子を置いていくな。最強だって逃げる時は逃げるんだ。ほら、さっさとしろ。もうやだ、二度と修行なんて行かないんだから。はあ、いちゃつきやがって。とってものどかなところだね。初めてここの黄金平原に来たね。あれ、ちょっと待って、確かさーてと、あ、ここだ、うん、うんうん、黄金平原で釣りをした時に目にする巻貝か。黄金平原って釣りするところある？ちょっと見てこう。釣りポイントはなさそうだな、さすがに。釣りポイントはな、あ、準備は OK。 さあ頑張っていきましょう。もう一回、もう一回、もう一回見せて。お、ここはいい材料が取れそうだね。ねえみんな、お願いがあるんだけどさ。みんなも材料を集めてきてくれない？手分けした方がいっぱい集まりそうだし。はい、わかりました。たくさん集めてくるね。それは構わないが、いいのか？あたりからは魔物の気配がするが。少しの間だったら大丈夫でしょう。うん、うん、あ、セリフ送っちゃった。あ、おい、たく、やれ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 だぜ。まあ確かに心配よね。手早く集めてくるとしましょう。うん、小麦がいっぱいあるね。ああ、小麦いっぱい集めておきたいな。さてさて、どんな材料があるのかな。ん、どうした？魔物。魔物多いな、ここ。もしかしてピンチ？これはオーレル君が助けに来てくれて、ドキドキ胸キュンイベント。あお、美人が出てきたぞ。肩出してるぞ、やっぱり。おほー、あたしはイエルチェ。イエルチェ、イエルチェエレミース。冒険者は大好物、イエルチェエレミース。まあ、さすらいの冒険者ってところかな。君は？お、私はルルアって言います。助けてくれてありがとうございます、イエルチェさん。いやいや、目の前に魔物がいたら切るでしょ。だから別に気にしなくていいよ。いえいえ、そんなわけには。あんな強そうな魔物から助けてもらったんですし。いいっていいって、ほんと気にしないで。うん、すみません。イエルチェさんって強いんですね。私すっごい憧れちゃいます。強い？私が？そんなことないよ。ま、そこそこの腕前はあるつもりだけど、所詮そこそこだからね。
あたしが強いんじゃなくてルルアちゃんが弱いんじゃないのかな。返す言葉もない。それは言い返せない。ま、旅をしてるみたいだけど護衛からはぐれないようにするんだよ。じゃねー。はい、お疲れ様です。お、行っちゃった。結局俺できなかったな。ルルア。はい、遅いぞ来るのが。ルルアちゃん大丈夫？あ、みんな。うん、平気。魔物に襲われたけど助けてもらった。助けてもらった。うん、まあ怪我がないみたいで何よりだわ。まったく、だから忠告したんだ。これからは単独行動は慎めよ。大体。はい、ごめんなさい。すみません、反省してます。はい。あの忍者は誰だったのか。いかにか気が緩んでしまったんだ。魚釣りポイント探しに来たんだったな、うん、あ、ありそう、ありそうだぞ。あったー。あ、なんだ。あ、プニ、あ、なんか強そうなプニがいるぞ。こいつは触らない方がいいな。大物こいこい。巻きがいい。釣れない。エンゼルちゃん、え、ん、何が釣れるかな。エンゼルちゃん、アクセサリー。やった。あー、来た。巻き貝。そろそろ回復。やったぜ。ちょっと出発だね。楽しいお出かけになるといいね。わーい。じゃあこれでアルケミーリドルが読めるね。よいしょっと。よいしょ。ここはこ、あ、貝の道具のレシピ。オッケーオッケーオッケー。うん、これでバッチリ。シェルペルホルン。作れるようになりましたね。何に使うのか知らんけど。あ、あとこれか、これだ。宝箱の鍵を開けるやつ。解読完了。鍵を錬金術で作るってなかなかだぞ。まあ、悪用は厳禁だからね。あ、また、どんどん出てくるな。キノコの活用法。ここはい。酵母のレシピ。あ、これあれだ。さっき、作ろうと思ったけど足りなかった材料だな。錬金工房、やったー。これは、うんうん、葉っぱ用フラット。お、開かれし鉱山。あー、王国の国有鉱山だ。あー、これは封鎖されし道具。お、アクセサリー入門。鉱物の武器、鉱山真珠。ははー。まあ、今度何かしてる。あ、ちょっと待って、なんだ。考えをまとめて。やった。あ、カゴ大きくなりそう。ありがてー。これでバッチリ。ありがてー。手編みのカゴ、ありがてー。うん。よし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 。じゃあ、新しい発見だね。なんか作っとこうか。アルケミルの。よいしょっと。アルケミルの。あ、カゴ、カゴ、カゴよ。何を作ろうかな。カゴ作るよっと。カゴ。あった、手編みのカゴ。ビビッとくるな。別になんか、あれだな、品質関係なく作れるっぽい感じかな。うん。なんか適当なやつとか。うまくいってるね。お、すごくたくさん入る。あ、なるほど。別にか。これで平均。よし、オッケー。ダダン。特性はどれにしよう。適当につけとこう。はい、おしまい。おしまい。やったぜ。うんうん。お。よし、これなら大丈夫そうだね。ルルアちゃん、それはカゴ？出来たてのほやほやだよ。へへん。これがあればね。
手編みのカゴについて。お、手編みのカゴを装備していると探索地でのカゴの容量が増えます。おー、へえ、なるほど。ルルアちゃん、はい、それ本当に錬金術で作ったの？え、そうだよ。ちゃんと釜の中でぐーるぐーるってね。そうなんだ。どう見ても手で編んでるみたいなのに。錬金術は何でもできるから。さーてと、錬金術はすごいからな。あ、一歩先の錬金術。ここはほうほうほう。調合の効果上昇方法。錬金技術ってなんだ。まあでも先の話なんだろうな。ここのレシピ多分全部こう開くと、まあ、下にチャプターコンプリートで道具の品質を高める方法ってのがあるから、それはちょっと開いておきたいな。うん、それはまた今度かな。うん、じゃあ今回はこのぐらいにしとこうかな。それじゃあまた次回。バイ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 。あーしょい。